はい、ヤフーチューブ、どうもナビです。さて、今日もヘアスタイルをね、見ていこうかなと思うんですけども、今日は、この乃木坂、乃木坂46か。の5期生。うん、の5期生の、まあ、方のヘアスタイルのオーダーがちょこちょこあって、ちょっと僕も、ちょっと今調べながらやるんですけど、何名かできる限りやっていこうかなと思うんですけども、まずこの井上凪さんっていう人なんですけど、この子もまあ別にこの子なんて、あれじゃん。どれぐらいこれ？胸下なんかじゃないね、もう。おへそぐらいあるんじゃない？おへそまでのロングヘア、うん、前髪はね、あ、ないんだけど、前髪、顎下ぐらいまであるかもしれない。顎下ぐらいまであったのちょっと巻いて、ちょっとこっちに流してるかなっていうぐらいなレベルだと思う。うん。もうほんと、あとはもうただのロングヘア。うん。段も別になんかもう伸びきったままっていう感じ。このぐらいおへそラインぐらいして、それをもうほんとに外巻きとかに巻いてるっていう感じ。結構長さのある。もうここまで来るとあれだね。もう、なんか、なんだろう。髪型っていうかもう伸ばしっぱっていうようなイメージ。うん、今はちょっとどうかわかんないけど、このなんだ、サイトのところの写真をちょっと参考にさせていただいて撮ってますけど、身長は156センチでこんだけ長いでしょ。結構長いね。バランス的には長すぎぐらいな感じ。うん、もっと短くてもいいかなっていうような感じがするけどね。156センチこんなもんでしょ。うん、そんなないか。20弱低いから。こんなもんか。長いね。長いと。もっと短くてもいいぐらいな感じです。うん。でも別に難しくない。もう簡単なヘアスタイル。全員できるから、ちょっと多すぎる。あと、この、一ノ瀬美久ちゃんっていう子。うん、この子なんて別に難しい。この子なんて簡単だね。前髪、前ラインでパッツンでしょ。パッツンで切って、もう前はパッツンで切って、まあちょっと、横、前髪ここ目のギリギリ、目尻ラインぐらいまで切った後にちょっとだけ横残して、このおでこの、あの曲がるところね、前髪の横の部分ちょっと長めに残して、少しちょっとラウンドさせるぐらい、少し長めに残す、うん、ような感じで、全体的には胸上ぐらいでしょ。胸上ラインで、ここもパッツンよ。パッツン切り、うん、で、毛先だけちょっと巻いてるって感じ。全然難しいことなんでもない、うん、パッツンパッツンってだけ。この子も156センチでしょ。まあこれくらいじゃない、この身長だったら。これくらいのギリギリだと思う。なんか長さ的にも全体のそのなんだろう、被写体をこう真正面で見たとしたら、これくらいがもうバランス的にはギリギリの長さだと思うよ。うん、やっぱもうその髪型ってこう座った時のイメージでも、全体立ってる時のイメージでやっぱ考えた方が綺麗になると思うから、まあこれぐらいの長さが多分妥当だと思う。全体的なバランスで、アイドルでやるってなったら、もうバランス的にはいい長さなんじゃないかなっていうふうに僕自身は思います。うん、アイドルの子って難しい髪型しないから、うん、
誰でもやりやすいような髪型をするから。で、これ菅原さつきさん、まあ同じだよね、ほとんど。前髪シースルー、まあ胸見てる、胸ラインの長さ、うん、少し前上がりで、少し段入れてるっていう感じで、それをちょっと巻いてるって感じ。まあ少しの差だね、本当に少しの差。うん、前髪があったらシースルーになってるっていうような感じだから、この子まで、バッチリ作るっていうよりかは薄くシースルーで作ってあげるっていうのが、まあちょっとした特徴、その差、他の子との差っていうところがあるんじゃないかな、この流れだと。うん、主に全員は分からん、正直。うん、でこの小川彩ちゃん、この小川彩ちゃんも同じだね、同じだよ。うん、前髪パッツン、前髪パッツン、胸下ぐらい、まあ、何がこの子と違うか、まあ、長さ、胸下と胸上の長さっていうのはこの長さのラインも違うんだけども、この子の方がこの、小川ちゃんだっけ、え、うん、小川さんの方がおでこが狭い、もうこれ見てわかる、おでこが狭いから両、パッツン切りは同じなんだけども、少ない、こっちの方が前髪の量が、うん、取ってる量が少ないと、うん、だからここ狭いでしょ、狭いバランスの前髪になっているから、まあ、前髪が狭い子やるとこういう感じになるし、まあ普通に広いっていうか普通の子は、彼女みたいな感じになるし、そこの違いが、見えたバランスで違うっていうのがあります。うん、カット自体は同じです。バランスがちょっと違うだけ。うん。それぐらいかな。うん。ちょっと多すぎる。全員はやらん。また何かあったらやりましょう。もう同じような子はあれだよね、同じような子はやりすぎてもしょうがない。でこの中西ちゃん、中西さんの あるのさんはもうこれもね、ちょっとまた違った感じでボブ、顎ラインの方、アゴラインのパッツンボブだね、前髪目のライン、うん、まあ他のこと違ってこうちょっと短くしてね、イメージをちょっと作っていくっていうようなバランスだと思うんだけども、まあこれに関しては自然な黒髪パッツンボブ、アゴラインの長さで切れば別に難しくない、もう本当にワンレングさ、パツッとしてもう本当にラインピシッと作ったボブ、うん、57cm、 うんうんうん、バランスいいんじゃない、別に、うん、難しくないね、これ誰でもやりそうなボブスタイルだから簡単です。うん、アゴラインで切ってあげて、顔がちっちゃいってね、やっぱ似合いやすいからね、似合いやすい、簡単です、難しくない、何にも特に難しいことなく
切れるかなっていうようなバランスかな。うん。はい、でこの池田テレサ、池田多分 テレサちゃんかな、テレサ、まあボブの長めのボブだね、長めのハーフの子なのかな、すごい強いな、これね、ボブ肩下ぐらいだね。肩下ラインのボブ、うん、まあ同じだね。目のラインの前髪で作ったらちょっと巻いてあげて、キュッとやってあげて、肩下にあるから巻いた時にちょっと肩上のところでこう丸くなるっていうような感じだから、まあ自然にやったらもう肩ついてるようなもうまっすぐなボブ、うん、これがもう伸びてきた感じね、伸びてるバランスの感じがなってるって感じ。これね、やっぱね、みんなに言うんだけど、このぐらいの長さにするときにやっぱ首の長さとか顔の長さとかでバランスがちょっと変わってくるから、ここの肩につかしてるんだけど首がちょっと短かったりとか、普通の人っていうのはここまでこう、ここのバランスが取れないわけよ、ギュッと詰まっちゃってると。そうだから、顎からこのぐらいの長さのバランスしたいんだったらもうちょっと長く鎖骨ぐらいまで切らないと長さがないといけない人もいる。ここに関してはその人によってバランスが変わってくるから、うん、そこに関してはちょっと美容さんと相談しながらやってもらうといいんじゃないかなと思います。まあみんなでちょっとずつ違ったりとかして、まあ他の子もちょっとできないのがちょっと残念だけど、また他でやれたらやろうと思うので、何かオーダーがあったらまた言ってもらえたらいいのかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。バイバイ。